第3回です、今日も大須賀先生をお招きしてお話を伺いたいと思います。先生こんにちは。こんにちは、よろしく。はい、よろしくお願いします。今日はもう最終回なので、まあ第3回の、前半と後半に分けてやる予定なんですが、今までやってきた1回2回の、先生のお話を、まあ最初の、総括という形でね、はい、簡単にね、はい、簡単にちょっとお願いしたいと思いますか。そうですね、はい、はい、まあこのお話をね、はい、する前に、はい、まあこの般若心経というのはね、はい、まあ短いようで、はい、奥が深くてね、はい、本当に大変なことですけど、はいはい、まあ私は別に仏教だけの専門家ではないんですよね、はいはい、まあ、カウンセリングというか、はい、カール・ロジャースというね、はい、アメリカのまあ大変な方面で、ね、はい、個人的に指導を受けて、はい、まあ、そこから、まあ、また私は何が NHK でね、はい、仏教など、はい、心の時代とかね、まあ、いろんなそういう流れの中でね、はい、西洋的な考えとその東洋のものがね、はい、このやっぱりこう一体化していくことがとても必要だなというふうにこう思うわけですね、はいはい、まあそういう思いの中で私がね、はい、まあ、お話していいから、ね、はい、十分、はい、まあんまり近くないんですけれども、私自身のいろんな思いがあるいは先立ってるかもしれませんけどね、はいはいはい、そういう流れで、般若心経についてお話したいというふうに思ったんですね、はいはい、そうですね、はい、まあ、僕の考えでも企画でもやっぱり、うん、東洋の精神とやっぱり西洋の合理主義、うん、それの融合がやっぱりこれからどうしても必要なので、うん、今までのように西洋一辺倒でやるとやっぱり精神的な問題でこう破綻をしたしないなところがありますからね、うん、やっぱりそういう意味ではやっぱり先生の話と、うん、それから般若心経について聞きたいと思ってこういう企画をして、うん、はい、よろしくお願いします。まあ、そういう意味でね、その、まあ、現代のね、はい、我々のことを言ってるわけですからね、西洋のことでも東洋でもないね、はい、昔のことでも今のことでもない、はい、今の自分にとってね、はい、身近なことを実際はこう話してるわけですよね、はいはい、まあ、そういう意味でね、はい、できるだけ、まあ、身近にお話していけばいいなというふうに思うんですよね、はいはい、ですから、まあ、あんまり難しいことはないわけで、大きな、ね、そうですね、ポイントをね、はい、初めてお聞きする方もいらっしゃるかもしれないですね、はいはい、まあ、お釈迦様、これは皆さんね、はいはい、ご存知だと思うんですよね、これ明確に分かんないんですけども、まあ、5世紀ほど、まあ、生まれた、はい、方なんですね、はいはい、で、お釈迦、釈迦っていうこの部族の、はいはい、皇太子なんですよね、はい、釈迦族のね、はいはい、それがね、まあ、お母さんが、まあ、7日に生まれて、はい、ね、7日に亡くなって、自分がね、生まれて7日に亡くなって、それから、まあ、いろいろ苦労して、おばさんに育てられ、ね、19歳でも結婚し、で、29歳で本当はね、立派なお城にいればいいのに、こう修行にお手紙だっていうことは、やっぱりこう、本当のね、おばさんに触れてなかった、まあ、いろんな苦しみがあったんでしょうね。ということで、まあ、お釈迦様は大体80歳までね、はい、いわゆる、ざっとこの6年間、29歳から修行して、まあ、40年ですか、はい、80歳までこう多くの人に語っていったわけですよね、はい、で、そのお釈迦様の言葉が書かれているのが、まあ、お経、経典ということなんですがね、はいはい、でも実際はね、仏さんは一言も直接言ったことがないんですよ。
まあ、あの協定も書いたことがないってことですよ、ね、っていうことは言葉がなかったんですよ、はい、200年前、はいはい、ね、それでその後にどうも聞いた方がね、このいやこういうこと言ったんじゃないかというんで、なんか残していこうという、うん、それがどんどん言葉が出てきて、うん、200年ぐらい経ってね、だからよくあの京都の如是我門格の無徳と私は聞きましたってこうわつわって言うけどね、でそういう経典ができたのはお経ですね。で簡単に言うとそれがずーっと来てね、この、非常に何て言うんですかね、難しくなっちゃったりね、はい、修行が厳しくなっちゃったりね、はい、まあ、いろんなことで、どうもやっぱりそれちょっとお釈迦様もっと違ったこと言ってるんじゃないかというふうな新たなその考え方が生まれてきた、はいはい、紀元前後あたり、うん、でその頃にできたのが般若心経、その他にたくさんあるんですよね、はいはい、つまりそのなんて言いますかね、ただ自分だけがこうやってね楽になればいいとかね、はいはい、ただ自分の一生を考える、そういうことだけじゃなくて、もっとお釈迦様はね、この人間だけじゃなくて、うん、で木も、ね、鳥も水も、はい、一切のものが生命を持ってね、うん、生きてるんだ、はい、ね、だから自分だけがねこうやってこう悟ればいいっていうものではどうもないんじゃないかということをこう言い出したわけですね、うんうん、これがいわゆるこの前は古い方は一人でちょっとこう悟りたいということだから小さいわね、はいはい、ね、だけど大乗っていうのは紀元前後ね、はい、できた、その中で最もこのとらわれということから解放されようということができた、はいはい、まあ、大きな般若心経って600万もあるんですよね、はい、そのところから小さく集めてできたもの短いその般若心経なんですね、はい、あ、般若経ってのが600万もっと大きいのね、はいはい、うん、でそれはそのインドの言葉で作られてるんですね、はいはいはい、うん、だからそれをまあ中国でね、解約したものをまあ、あれを読んでる。だからあの最後のギャーテギャーテっていうのも、あれは漢語で訳してる、うん、あそこは訳さないわけです。ああ、ギャーテギャーテな、当て字なわけですよね。もうその本語をね、はい、やってるわけです。これはね、まあ、向こうのサンスクリットって言ってもあるんですけど、これは難しいけどね。まあそういうんで、その、まあ簡単に言うと、はい、古いその、はい、仏教と、はい、ね、般若心経はどっちかというと新しい仏教なんです、ね、あ、なるほど、ね、紀元前後に生まれて、そしてどっちかっていうとその古い方はちょっと難しくなっちゃったりね、うん、ただなんか小さくなっちゃったりしてるもんだからね、はいはい、この小さな乗り物ね、あ、症状力、症状力、はいはい、乗り物っていうのはそのお釈迦様の知恵でもって、はい、悟りの世界、はい、悲願で、お悲願様のね、はいはい、行くっていう、まあ、そういう、つまり自分だけ、うん、自分がその精神の高みに上がっていってっていうことですね、そういうことを、はい、ところが大乗の方は、はいはい、いやーそれはもっと大きなことをね、はいはい、言ってんじゃないかっていうことなんですよ、うん、はい、だから簡単に言うとその清浄仏教でいろいろ理論があるわけで、はいはい、それをちょっと批判したその経典なんですね、うんうん、同時に、うん、批判と同時に、うん、こんなそれその症状もちろん大事なんだけど、それにまたとらわれちゃうと、うん、また小さくなっちゃう、ね、あ、いや我々もっと大きなね、いろんなこの自然にね囲まれたり、もっと見えない世界に囲まれたりして生きてるんだと、うんうん、ということでちょっと症状に対する悪口みたいなんですよ、大乗はね、うんうん、そのこう少女仏教ね、はい、この新しい、まあ、大乗仏教ということで、まあ世の中はみんなそうですよ、ね、まあね、うん、既存のものがあってそれを否定することによって新しいものが大体できるんですからね、非常にその難しいね、はい、理論が少女仏教ね、はい、それをポーンと般若心経の中に入ってるから、はい、すごい分かりにくいわけですね、はいはい、そのことは知らないとね、うんうん、それがパーッと書かれてるわけですね、うん、まあエッセンスみたいなもの、ね、そうそうそうね、はい、だからそれは象徴仏教と言われてる、はいはい、それもそうなんだよ、でもそれだけにとらわれないでっていうのがね、うん、で一番大きいのは自分だけっていうことより、はい、むしろ他人、はい、むしろ外側にいろいろ尽くすっていうことが大きな違いね、はいはい、あ、うん、それはやっぱり今も例えば僕なんかもいろんな人にお会いしてますけども、うんうんうん、まあ、僕に合ってる人たちだけなのかもしれないけど、やっぱり自分だけじゃなく他人もやっぱり
自分と他人の調和とか、うん、そういうことをおっしゃる人は結構多いです、うんうん、まあそういうのね、うん、やっぱり大きなね、はい、宇宙でそういう内容の意味がね、はい、こうあるわけですよね、はい、だからそれは他人にその尽くしてね、はい、立派な人間だなっていうんじゃなくて、はいはい、それが自分のまた利益になるっていうね、その自分の利と他人の利、はい、自利利他、はい、ね、はい、同じだっていう、はい、そうです ね、例えば水があるでしょ、はい、水こっちに欲しいなと思えばね、うん、ここにこう流せばこっち入ってくるよね、そうですよね、課題のあると思う、ね、こっち自分の、はい、自分のこと言うと出てくるみんな明らかになるね、まあまあ、あ、それに近いようなことを思いしますけどね、僕もね、ちょっといろいろそういう、うん、社長さんとかお会いするんですけど、うん、やっぱり、うん、まあ自分だけ利益追求する方もいらっしゃいますけども、うんうんうん、成功してる人はこうだよっていう、うん、やっぱり相手の、うん、の利益とか相手のことを思いながら自分の利益も得るっていうような形をした方がいいみたいな気がしますね、うん、結局全体が生きないと自分が生きないっていう、そうですよね、それはまさにもう般若心経の世界ですね、そうなんですよね、はい、だからそれ非常にその短いね、うん、言葉でね、だから皆さんこう読みやすいし、はい、そしてその中に語られていることはね、宗教的なんていう感じは非常に、ね、はいはい、ある意味では理論的なんで、はいはい、うん、だけど、まあ、理論以上のものがあるんですよね、はいはい、だから仏様っていうのは本当は宗教じゃないんですよね、あ、なるほど、うん、自分の人生を語ったんですよ、うん、ところがそれをだん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 ね、うん、こう発展する間に、うん、ね、難しくなるね、はいはい、で昔は本物だったんですから、うん、それは相当高い方がね勉強するのはいいんですけど、だからもうなんかやっぱりこう信じた方が人間って楽ですよね、はいはい、だそういう人にはね、まあ、それは仏様は、ね、神様のようになってね、そして、ありがとうって信じる気持ちが楽になっていくわね、はい、それはね、いや僕もそうでしたよ、ですよ病気の最初、ね、苦しい時はもう、ね、意味なんかじゃなくて、ね、もうそれをただ読むだけです、うん、ですからそれはそれでね、はい、僕は正しいというか大事だなというふうに思いますよね、はいはい、うん、あんまり理屈を言う人は相当高い、はい、昔は地位の方は、はいはい、知らないよね、うん、まあそれだけのね、そう理屈が分かる人ですからね、もちろん文字が読めないからだけど、どんな人間だってね、やっぱりどっか信じなければ生きられますよね、我々だってね、明日無事だと思うからこうやって生きてるわけですから、それが信じられなかった、ね、だけど明日は何も分かりませんよ、そうです、ね、ただそういう信仰の中でね、何も根拠ないですからね、いくら科学者でもそういう流れ生きてるっていう、はい、ことね、はい、うん、まあそういうね、ことを本当に何千年という間ね、もう何か分かりませんけれども、うん、ね、ずっとそのやっぱり人間の人生というものを求めざるを得ない、そうですね、非常に親しいものは、うん、その般若心経ということでね、うん、はい、だからその般若心経なんですけども、はい、その内容についてじゃあどういうことなんだろうということを特に、言い出した人がいるわけですよね、はいはい、これは2世紀の人で、はい、龍樹という方がね、龍樹、あの、はい、龍ですね、はい、うん、はい、火のね、はい、樹という、はい、まあ長野寺などもみたいに、はいはい、うん、その龍樹さんがいろいろその大乗仏教というか、はい、その内容をね、いろいろ考えてね、はいはい、でその中で特に、まあ前からそれ言われてるんですけども、特にやっぱり空というね、それはね、はいはい、これはまあインドの言葉からね、もちろんその中国に訳されたものがあれはね、シンターというところからね、はい、その空という字です、はい、で空っていうのはその何もないっていう意味もあるんですね、はいはい、うん、だけど膨れるとかね、あるといえばある、ないといえばない、ちょっとね、はい、俺らこう空を見るとね、はい、雲がね、ほっとかぶったり太陽が見えたりする、はい、あるって言えばあるんだけど、ないって言えばね、どこに空があるのかわからない、まあそこの中にはもしかすると人間の意識が認識するかしないかということもあるかもしれないですよね、うん、そうですよね、つまり人間があるといえばある、うん、ないといえばない、うん、ということをね、はい、その龍樹さんはね、はい、その空というふうにして、はい、
我々なんか悩み、これも絶対あるとかね、はい、これは絶対変わらないとかってこう思うけれども、うんうん、あの物事っていうのは因縁っていうのがあって生きてきたよね、はいはいはい、因縁っていうのはもう原因です、原因、はい、もう無限の原因ですね、はい、例えばね、川さんと今日会ってね、はい、今日の日にちが訪れなければ会ってますけど、はい、それは一つですわね、はいはい、前に出会いがなかったら、はい、生まれてなかったら、ちょっと無限にまして僕はね、精神的なそういうのに興味がなければ先生とはね、なかったんですよ、ね、お互いにね、はい、ということを考えると、うん、それはもうね、自分じゃどうしようもないいろんな原因で、そうですね、複雑な絡みがあるでしょう ね、だから逆に言えば、ね、自分はそれをこうで、いつまでもなくさないようにとかね、やっててもね、ちょっと日にちが変わっちゃうと、ここにいられないんだよね。まあそうですね。全てが、はい、つまり自分にはその自由にならないことが大きな世界で動いてるわけですね。そうですね。で、自分が動いてることも大きな世界の力の中で動いてるわけですね。まあそういうのを空と言ったんだね。あ、それを空というのをするとね、はい、つまり自分だけであのいつまでもいられません、何か変わっちゃうと、うん、そこも変わっちゃいますよって、うん、はい、まあ、日本では無常なんてね、はい、いう言葉と意味がちょっと違ってくるんですけど、まあ、そういうふうなものだから、うんうんうん、ね、あんまりこう自分で、それ絶対ある、ね、苦しみは絶対あるとかなんとかっていう頑張らないんで、はい、まあちょっと日にちでも変わるまでね、さてね、こちらが待ってた方がいいんじゃないかっていうのがね、うん、まあそういうことなんでしょうけど、現代社会ではなかなか難しいですよね、で、それが、うん、あの修行とかなんかじゃなくて、はい、本当の物事の情にあり方なんで、いわゆるそうですよね、うん、ね、ね、なんかちょっと変わったらもう、うん、私は生まれてなきゃね、うん、もうこんな 時はないわけですから、そうですよね、だから逆に言えば、全てのものをね、こうそこで、自分の嫌なことを避けたいとかいろいろまあね、うん、こうやっていくことは当然ですけどね、うん、当然ですけどね、まああらゆるものが偶然であり、うん、必然であるってことなんですかね、だから逆に言えば、はい、全てのものはそれだけでは存在できない、はい、無事象っていうね、あ、それは無事象、無事象っていう、まあ密接に絡み合ってってこと、うん、まず嫌なものが変わって向いてますよっていうね、うん、もっと大きな世界だったら動いてるともいないのかもしれないけどね、うん、あ、まあ、そういうこう人間が捉えてるのと、うん、自然というのは実際違うんだね、うん、だからあんまりそのいろんなこう困ったことも絶対それを避けようとかどうしようとかってやってると、うん、そっちで疲れちゃいますよね、うん、だけどそれにもかかわらずちゃんとこう波がこうね、自然の波っていうのは、せしらぎもあったり、はい、ね、濁流もあったり、淀物もいろんな宇宙の流れがあるわけでね、はい、それをいや、こっち来るからこっち来ないよねと一生懸命考えてると、はい、でも実際来ちゃいますね、はい、うん、そうするとこっちで考えてることは、うん、実際に起こらないことを考えているわけですね、うんうん、そうするとその考えてる間に、うん、ホルモンや何やらこう、はい、湧いてて苦しくなるわけね、はい、つまりそれが囚われている、はい、囚われるとないことまで考えちゃうわけね、例えばそういうのを避けるというか、まあ、僕なんかの その避けるというよりもそれの対処の仕方っていうのはもう結局は来るものは受けて立つというしかないと思うんですよね、まあそうやって親にもそうやって育てられてきたし、その、まあ、実際病気してその精神病院入りましたけど、その時もやっぱりそうやってもう来るものは受けて立つと、負けても何、うん、ね、うん、へこんでも何でもいいから、うん、とりあえず受けて立って、うん、なんとか対処する、それでその後に、うん、なんとか自分が、まあ、勝利かどうか、勝つとか勝たないとかってないかもしれないですけど、少なくとも、うん、なんとかそれに正面切って対応していくという形しかなかったんですよね、うんうんうん、でね、この、うん、マハネ神経というか東洋の、ね、うん、いい方は、うん、例えばそういうことにね、我々ね、と、う、ら、ん、まあ、われないように、まあ、はい、一生懸命やってますね、はい、でもとらわれちゃいます、ね、そうですね、もうそのとらわれないってこと自体がとらわれですからね、こうやって悩んでること自身も、はいはい、ね、それはあなたが実際には自分だけで悩んでるんじゃないんですよと、うん、お、ああ、そ
そういうことですか。いうことなんだ、はい、全てがね、はい、うん、つまりそれをどう考えて、もう僕自身だけじゃなく、じゃなくて、はい、今そういうふうに考えざるを得ない、はい、それは、ね、よく考えますよ ね考えざるを得ないよ、ね、いろんなことが影響してそうなんだな、はい、じゃあ考えましょうということだってね、つまりそういう時は考えましょうと、うん、だから、はい、そう、例えば座禅なんかでもね、はい、まあ、そういうことをまあできるだけ、うん、あんまり頭でこう肩とこないように静かにする時間ですけど、うんうんうん、でもこうやって座ってても、うん、やっぱりぼーっとこういろんなことが入ってきますよ ね、はいはい、それをそのままにしていくことですね、はい、ね、それは取られないことですよね、逆に言うとね、逆に言うとね、はい、僕もそうでしたけど、はい、じゃあ大きく言えば、うん、囚われていることに囚われないということですね、うん、はい、というつまりこう、うん、ものが例えば座禅してこうやって組んでれば、うん、なんか昔のことは湧いてきたとか、うん、そういうことも、うん、あ、まあ意識はするけどもふーっとそのままにしておくってことですよね、うん、まあね、これはまあ私が話してるまだ理屈ですからね、はいはい、これを本当にまあね、確かに座禅とかいろいろそういうものをこう、はいはい、実践すると本当にそういう意味がね、はいはい、きっと実感できるんだと思うんですよ。で、僕もそのまあ毎回毎回病気のことして申し訳ないですけど、うん、そうでしたね。要するに、うん、あのこうストレスになるようなこう、うん、なんていうの、考え方が浮かんでくるわけですよ ね、 それをこう取り込んじゃうと、いつまでってもそれにこだわっちゃうんですよ ね、 でそうすると苦しみになっちゃうんで、うん、だからこう浮いてきたな、ああ浮いてきたな、浮いてきたなって、ただそれだけにして、うん、それがあのそういう苦しみから逃れることだって先生にも教えてもらったし、僕もそれで実際にやってみて検証しました。その通りだと思いました、はい、で先日ね14日から2泊3日ほどね、うん、あの熱海のちょっとこう山の方でね禅道場でね、はい、その般若心経とエンカウンターっていうのは、その、はい、これは外国のね、はい、ゴージャス、ね、はい、先生のコメントを始めてね、はい、導入したんです、はい、エンカウンターで出会うっていうことで、はい、お互いにこうやね、はい、まあその両方をやってきたので、はい、いやこれはね、はい、本当に短い時間ですけどもね、はい、いろんな、なんか不思議なことで救われた面もあってね、はい、で、単なるこう座禅だけじゃなくて、はいはい、またお互いにこう話し合うエンカウンターをね、はいはい、でいろいろこう変化があってね、皆さんね、まあ、こういう体験っていうのは、はい、きっと今までなかったんじゃないかと思うんです。エンカウンターでもないし、うん、禅でも今、ね、はい、こういうのはないし、きっと初めてではないかと思ったけど、うん、実体的なね、はい、でその時にまあね、個人的なことはいいね、まあ、あの私のそういうこともあるんだけど、まあ、あのそこに時々座禅をやってる方、はいはい、その方が、まあ、いろいろもう大変なんですよ、このおホテルのような場所がないですからね、はいはいはい、あっちそのみんなを連れて、はいはい、外でこの温泉行ったり、うん、外で食べ物戻ってきたりとか、うん、いろいろこう、はい、動くことがね、いや、こうその人の幸運を見てたら、まあ、大変お世話になったんで、あ、ちょっとこうやっぱりなんつったんや、感動というか、はい、そこにそのやってやろうと、やってやらないとなんかどうのこうのないんですよね、うん、ずっとやってる人がみんななんか歌いましたね、うん、自分ではほら、時々座って、うん、寒くてなるんですよね、はい、ね、寒くてのことをやることが、はい、立派なことを学ぶより大事だっていうね、はい、そういうことをやってたんですよね、はい、で、その時に、うん、あのおそらくこの心がこう、はい、集中してるんですよね、はい、という非常に何て言うんですかね、その日常の、はい、ね、ことでありながら、それに対する点で言ってるものをね、あの感じさせられたね、うん、そういうまあ、はい、本当に少し前に経験でしたけどね、はい、まあ、お釈迦様の、あのお弟子さんでもそういう、うん、ただ掃除だけすることをしなさいって言われて、うん、それで誘ったっていうお弟子さんが確かいらっしゃいましたよね、小僧弟子がなんかね、向こうに渡ってね、うんうん、最初うん、勉強しようと思ってたら、そこにね、はい、あの向こうのお寺の方がなんか、はい、なんか食事を作る天狗っていうね、はいはい、方が、うん、なんか、うん、おいしいものを、ねはい、日本の方からおられたらしいけど、はい、っていうことからこういう話をしてたら、はい、ね、その方はその食事を作ることで自分学んでることでね、はいはい、
感動してね、はい、今では協定もなんか話すことがある、はい、それが勉強だと思ったらそうじゃなかったかということがあるらしいんでね、やっぱりそうですよね、何でも要はまあやろうと思えば気がつけば本当は修行である勉強なんですよね、そうなんですね、はい、つまりそのね、学問してこうやってやってるのが勉強ではないってことですよね、だから、あの少女、先ほど言いました、はい、少女仏教と大乗仏教の一つの違いはね、はい、あの少女仏教だとちょっとね、そのお坊さんみたいにこう、はい、なんか、はい、修行専門の世界になっちゃうね、はいはい、ところが大乗の方は、はい、あのそう専門でなくてもね、はい、我々のように日常こう他のことやってても、はい、そのお仏さんの言ってることを生かせるっていうことの大きな違いですよね、うん、なるほど、うん、いやそれは歴史的にはね、その症状の方はまあスリランカとかね、はい、カポジョ、まあ東南アジアとかね、はいはい、で大乗は、うん、まあ日本の方にね、はい、あのこう朝鮮からこう、はい、渡ってきたっていう、まあ、歴史はありますけどね、はいはい、うん、まあそういう意味でその元が、うん、向こうのインドの言葉で書かれていたわけですよね、うん、まあそれが中国に、はい、まあ、2世紀3世紀っていうのね、はい、こう訳されるどんどん、はい、にその玄奘という人がね、何世紀の人ですかね、ちょっと昔そうです、まあそもそも玄奘三蔵です、はい、ね、そうですよ ね、インドのあっちの方を17年ぐらい、三蔵法師、そう三蔵、はい、もうそういうね経典を集めて、はい、もう本式に、うん、訳して、はい、そういうものがね、はい、こう日本に来たんです、はい、ところに日本にはその前にインドのサンスクリット の、はい、そのものが、はい、入ってるという、はいはい、まあ、これもいろいろこう疑問のところがあるんです、はいはい、そういう意味ではね、現状より前に来たんじゃないかっていう、おお、そういうのもあるんですか、あるね、法律かな今ね、はいはい、そこの本を使わなきゃあるんですか、もう原点がある、あ、ね、そうですか、それをね、はい、日本語に訳した中村源さん、中村源先生に僕は直接、はい、あの教わったことがあるんですけどね、うん、それは何語で書いてあるんですか、まあ、サンスクリットっていう、サンスクリットで書いてある、古代のインド、古代のインド語でね、はい、だけど それもね、はい、元々のサンスクリット、これが正しいもんだっていうことすらもわからないわけで、ね、うん、それもいくつか、うん、それから訳がたくさんね、でじゃあそういう昔は多分書き写してるんで、うん、そういうふうにいっぱいあるわけですか、だからもう非常に微妙に違うわけです、うん、そうですよね、まあその人内容ね、今だってね、般若心経とか見るともう漢字が違ってたりね、うん、はいはい、それから中国に付け加えられたりとかね、はいはい、まあそういう細かいことはありますけど、うんうん、でも大きなことはね変わりないもので、だから非常に小さいもので皆さんが触れやすくてね、そして日常に非常にこうつながる、そういうこの経典というのがこの般若心経の大きな意味の一つでしょうね、うんうん、そうですか、まあ、あのそろそろね、うん、前半終わりの時間が近づいてきたので、うん、じゃあ前半のちょっとまとめみたいなことを先生にちょっとおっしゃっていただければ、うんうんうん、ですからまあね、まあ仏様がねお話ししたこと、それは後の人たちがね、いろいろこう発展させたんだけども、まあ、古い、その仏教と、まあ、その新しい仏教で、はい、その新しい紀元前後あたりからできたものが般若心経ということですね、はいはいはい、でそれは非常に短くて非常に我々にこう親しみやすい、そしてそこで言われていることはね、これはねまた後の問題もあるんだけど、宇宙全体のことでね、うん、その宇宙がつながっているということは、これは僕の意見かもしれませんが、はいはい、最近はそのやっぱり、うん、あのその量子意見とそういうことでもだんだん確かめられる、はい、それはもう第1回ぐらいでお話ししてますね、はい、そういう意味では、うん、あのもともとこう新たな意味を今ね、うん、こう持ってきてるというのが般若心経の大きな意味でしょうね、はい、まあその般若心経というのも結局調和の中、うん、宇宙と、うん、まあ、子とかそういうものの調和ってことですよね。それがその現代ニューサイエンスの量子力学とそういうものでだん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 証明しつつある、証明されつつあるってことが、
出てきたってことだ、ね、まあ庶民ってね、これはまあ大宇宙とかわからないけど、はい、ただ今まで我々ね、はい、自然科学でそんなのおかしいよとか言ってた、はいはい、その自然科学そのものがね、はい、いやだんだんこうそれして見えないような小さなものがね、はい、そこまで行くようになったらだんだんどんどんっていう感じになってきて、それが証明できるような問題が出てきたんですよ。逆に言うと、はい、要するに自然科学、はい、で進めていけなくなっちゃった、ね、そうですよね。だからこそ新しい科学になってきて、新しいその、はい、物理学者、はい、今度はね、はい、東洋のものに、はい、仏教とかそういう、はい、皆さんこう、はい、関心を持ち始めてるっていうね、はい、新たな次元ですよね、はい。うん、まあそれでそろそろ時間になったので、うん、はい、じゃあこれで前半を終わりたいと思います。はい、どうもありがとうございました。大阪先生でした。時の流れが早すぎて見失いそう。